はい、皆さん、昨今における精神病国家韓国、そしてシナ中国の暴虐無人な横暴によって日本国家が貶められている、その根拠となりました河野談話、この河野談話を発表した河野洋平、そして村山富一といった元政治家はですよ、皆さん、韓国人の整形まみれの売春婦、女王様の売春婦に手足を縛られ、そして唾を吐きかけられ、そして財布は押され、そして蹴られ、鞭でしばかれ、そしてそれで快感を得ている、それが村山富一元首相、そして河野洋平です。この2人はただいま福島第一原発事故で瓦礫処理問題というものが問題になっております。しかし瓦礫処理よりも何よりも優先して処理をしなければいけないのは、放射線物質よりも何よりも河野洋平、そして村山富一元首相ではないでしょうか。皆さん、この2人を瓦礫処理よりも何よりも処分させなくてはいけません。ゴミ処理場に放り込め、私はそう主張したいのでございます。皆さん、この河野洋平と村山富一元首相が行った談話のせいで、発表した談話のせいで日本の名誉、そういったものが傷つけ、日本人が貶められている、シナ中国やクソ韓国人の売春婦ども、あるいは女スパイに輸出を抜かし罠にはめられて、そういったことで自らの意見を正当化して、そしてそれを日本でばらまいて、それに加担している朝日新聞も同罪です。このような朝日新聞、河野洋平、村山富一、この国賊政治家といったものを日本から叩き出さなくてはなりません。今、この河野洋平や村山元首相だけでは国賊政治家ございません。辻元清美というとんでもない反日的な思想を持った天皇陛下を否定する、そういった政治家もいます。ジェンダーフリーフェミニスト、それが辻元清美。この辻元清美は女性の人権、そして権利といったものを声高に主張し、そして天皇陛下は日本にいらないとか、日本は侵略戦争をした悪い国だとか、朝鮮人女性を20万人も強制連行したし、そういった嘘まやかしを韓国の自称従軍慰安婦、そういったおばあさんたちと共に世界中にばらまいて、国会で質疑して、とんでもないとんでもない女性議員です。この辻元清美は、日本は悪いことをした、朝鮮人女性を強制連行したのであるから、それと拉致問題をセットにして拉致被害者を9人10人返せと言ってもフェアではない、そういったことを堂々と平然と言ってのける政治家、それが辻元清美です。この辻元清美も河野洋平や村山富一元首相とともに追放させなくてはなりません。皆さん、ぜひぜひ従軍慰安婦強制連行はなかった、あったのは、ありがとうございます、皆さん、すいません、この河野談話といいますのは、
朝日新聞が一番最初に火種を作ったんです。この朝日新聞、本当に大きな大きな罪を作ってしまいました。日本に禍根を残すような嘘捏造の物語を朝鮮人売春婦オールスターズとともに世界中にばらまいているんです。実はこの朝鮮人は強制連行されたかわいそうなおばあさんでは全くございません。あったのは水軍売春婦、水軍売春婦、旧日本軍の追っかけ売春婦だったんです。そして当時の大統領よりもはるかに高給取りであった。家も何軒も建てられるぐらいの高級売春婦、それが従軍慰安婦強制連行といったおばあさんたちのお涙頂戴物語の朝鮮人売春婦オールスターズの裏の顔でございます。これが真実でございます。ありがとうございました。このような平気で嘘を吐く民族、日本人のメンタリティではおおよそ予想もつかないような嘘を吐くのが朝鮮人売春婦オールスターズでございます。この従軍慰安婦強制連行問題、朝日新聞、そして吉田政治、このタッグにより世界中にどん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 この嘘が垂れ流されました。1983年に吉田政治という作家が私と戦争犯罪、朝鮮人強制連行といった本を書かれました。その中で200人もの朝鮮人女性が旧日本軍のトラックに無理やり乗せられて強制連行された、そういったことが描かれていたんです。劇画タッチで。そしてその吉田政治の本がハングルで翻訳され韓国で話題になりました。そしてこれが本当なのかどうか、この韓国のハングル語で翻訳された本が話題になり、その話題噂が日本にまで及び、そして現代史家である畑育彦さんといった方が現地の最終島にまで赴いて、最終島の朝鮮人女性から聞き取り調査を行ったところ、実際には朝鮮人女性は強制連行などされていないといった証拠が出てきたんです。そしてこの畑育彦さんのお話が本当であるか、真実であるかということをもう一度韓国の最終党の最終党新聞の女性記者の方がもう一度現地に赴かれて、朝鮮人女性が強制連行した真偽といったものを確認再検証いたしました。するとやはり朝鮮人女性は強制連行されていなかったと、そういった真実が明るみになりました。そしてこれは一大事だということで、しかしその前にもう朝日新聞は従軍慰安婦強制連行ということが真実であるといった論調の記事を書いていたんです。